皆さんこんにちは。全体セッションのこれが最後ですかね、パネルセッションということで、司会を担当させていただいてます、エイトマティックのアジアパシフィック代表の平山です。よろしくお願いいたします。今日はですね、オープン AI の、プレゼント&フューチャーということで、パネルをさせていただきますけども、このセッションはですね、クリスが日本語をしゃべるということが分かりましたので、日本語でさせていただきます。ですから If you need any English translation, please use the headset for the, because the panel discussion is all in Japanese、okay? そうしましたらですね、まず今日のパネリストの方をご紹介させていただきます。まず、一番こちらにの方がですね、慶応大学でコンピュータービジョンを専門に研究されています、磯川先生です。よろしくお願いします。お願いします。真ん中がですね、バオバオという、高品質なトレーニングデータを提供されている会社 の, 代表取締役社長であります、相良さんです。よろしくお願いいたします。で一番向こうに座ってきて、メタからですね、クリス・デュアンさんが来ていただいています。クリス・デュアンさんは、コンテンツアンダースタンディングの分野のそういうあたりのテクニカルリードをされているという聞いてます。で、私もびっくりしたんですけど、日本語が非常に流暢なので、今日は彼も日本語で喋っていただくということにしたいと思います。そうしましたらですね、まずはじめにですね、磯川先生の方からまずは、順番に、スライドを送るやつでありますか。これかな。はい。で、どうしたこれですか、ね、動きます、ね、いけそうです。はい、大丈夫ですか。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。これちょっとマイク入ってるのか心配なんですけれど、私の方から、スパースな検索情報を使った人の状態推定に関する研究をしておりまして、そういった学術研究の観点から AI オープンイノベーションについてお話しさせていただきたいと思います。まず手短に自己紹介をさせていただきたいと思います。私磯川と申しまして、今慶應義塾大学で准教授をしております。もともと関西出身で、博士課程を取って、その後1年間カーネギーメロン大学で研究しておりまして、2022年から慶應義塾大学に着任していると、いった形です。で専門は、コンピュータービジョンですとか、機械学習先進型りをやっております。でまずトークに先立ちまして、どういった仕事をしているのかというところから、お話しさせていただきますけれども、例えばですね、シーン の, 計測ですとか復元が、非常に難しい、シビアな、環境下でいかにこう良好に推定を行ってあげるかといったことを、行っております。で手短にお話ししますと、通常の RGB カメラを使うことができないですとか、人とか、物とかというのがこう遮蔽されていて非常にこう計測がしづらいといった、状況下でこういかにうまくやるかということを、やっております。レーザー出せる。例えば、左上ですと、人が完全にこう壁で隠れたところにいるんですけれども、そういった、計測が直接できない環境下で、人の姿勢を推定するとかですね、あとは、直接こう RGB カメラが使えない環境で音とか、電波とか、そういった情報を使って人の状態を推定するといったテーマで、下の真ん中がですね、医療画像処理の、話ですけれども、手術をしているこう先生がこう覆いかぶさりながら、手術を行うので、上からカメラで撮っていると、遮蔽が生じたりとかするわけなんですけれども、そういった環境下で後でこう術者の先生がこう見て学習に使ったりとかすることができるように、良好にこう見える画像を生成してあげるといったことですとか、あとは、右下がですね、いわゆるイメージインペインティングのタスクになりますけれども、この人物の背景の情報というのはもともとそもそも取ることができていないわけなんですが、そこを除去した上でいかにこう人間の知覚にとって自然な絵を合成してあげるかといったことをやっております。で今日は、タイトルにもあります通り、人物の状態推定というところにフォーカスしてお話ししたいんですけれども、人物の状態推定といってもいろいろありますが、このスライドにご覧いただいているようにアウトプットとしてこうヒューマンポーズ、人物の関節点、肩ですとか首ですとか、そういったジョイントのポジションを推定するものであったり、
あとは、メッシュモデルと呼んでいますけれども、体格情報も分かるような形での姿勢推定といったことを行っております。で、通常はこういった研究例の多くは RGB 動画像に基づくものが、多くてですね、RGB 動画像を持ってきて、何らかの機械学習にモデルに入れて、ポーズとかメッシュとかを推定するといったものがたくさんあります。で、こういった RGB を使うメリットとしては、研究例がものすごくたくさんあるので、共通のデータセットを使えたりですとか、参考にできる、手法がとても多いというところはメリットなんですけれども、同時にデメリットも、いくつか、ございまして、その一つが、プライバシー的な観点かなと思っております。どうしても RGB で映してしまうと、顔ですとか衣服の情報ですとか個人の特定に紐づきやすい情報というのは含まれてしまいます。あとですね、暗い環境ですと、可視光ですので、映りづらくて推定に失敗してしまったり、あとは、机の下に下半身が隠れていると、遮蔽によってうまく推定ができないといった、オクルージョン問題というのも発生しますし、あとは、皆さん今スマートフォンとかで 4K ですとかハイフレームレートの動画をお撮りになられる方いらっしゃると思うんですけれども、撮っているとすぐにスマホの容量が満杯になってしまったりするかと思います。そういった電力、メモリ、そういったコストの問題というのもたくさん生じるかなと思います。で、我々こういった課題を、どうにかして解決できないかなということを、研究の側面から取り組んでおりまして、その一つにスパースな計測情報を使うということがあり得るかなと思っております。ちょっと詳細な説明は本日、時間の関係で割愛させていただくんですけれども、上の方は、レーザーの反射光を間接的に撮ったものすごく空間的にはスパースな計測情報しか持っていないトランシエントイメージといったものを使っていまして、で、下の方はですね、イベントカメラといって、普段我々が見ている動画って左の方のものだと思うんですけれども、軌道に変化のあったところだけが、非常にスパースな形で撮ることができるといった情報を使っています。で、こういったものを、ポーズとかメッシュの推定に使っていまして、例えば、光の、反射光だけを、間接的な反射光だけを使って、完全にセンサーからは隠れたところにいる人の姿勢を推定するですとか、スパースに取られているイベント情報という点群だけを使って体格情報も含めたメッシュモデルを推定するといったことをやっております。あとは、今ご覧いただいた2つは可視光なんですけれども、他の波長帯に目を向けるといったことも、やっておりまして、その一つに、可視光以外にもう少し波長を長くしてあげる、音とか電波とかを使うということをやっております。で、そうすると何が嬉しいかというと、オクルージョン耐性を獲得することができるんですね。可視光だと、遮蔽して、紙とかでも遮蔽してしまえばもう見えないわけですけれども、無線信号だと紙とか、木とかそういったものだと透過してきますと。で、これは昨年 CVPR というビジョンの、分野では最高峰の国際会議で発表したものですけれども、音だけを使って人の姿勢を推定する、いわば見るのじゃなくて人の姿勢って聞くことってできるのかなといったことを調べた取り組みを行っていたり、します。で、こういった観点から、オープンイノベーション、リサーチにおけるオープンイノベーションって何だろうということを考えてみたんですけれども、これはその、研究としては、かなり当たり前のことを言ってしまうかもしれませんけれども、研究活動自体が研究コミュニティ全体でオープンイノベーションをやっているような感じかなということを思っております。今、深層機械学習ベースの手法というのは、その前に発表されている何らかの論文ですとか行動に基づいて実装が行われるということが非常に、多くなってきておりまして、我々の手法も、多くのケースで、何らかの事前の、ワークを使って、います。なんかこっちは変わったんですけど、スライドが変わる、あとはですね、データセット と、ツールも非常に重要だなと思っておりまして、これは我々がそのスパースな計測情報に基づく人物状態推定をやっているという、若干ちょっとニッチなテーマを扱っているからこそかもしれませんけれども、ラージスケールのデータセットっていうのは非常に効いてきまして、そういう、データセットの存在非常に重要だなと思っております。なのでニッチなテーマをやっているので、既存のデータセットを使うことができないということも多々ございまして、そういった場合は仮想環境を自分で作って、データを、作るということもやっていまして、そういったところで API だったり仮想環境のツールであったりというのも、使っております。
で、フューチャーオープンイノベーションにこう何を期待するかという観点について、やはり、コードデータセットモデル の、 共有というのは研究活動を促進する上で非常に効いてくる話かなと思います。であとは、やはりですね、ニッチなテーマへの参入障壁を低くしようと思う と、そのためのデータセットが重要であるというのは先ほどお話しした通りなんですけれども、その辺を、促進するための、ツールであったりシミュレーション環境というのが今後出てくると、より発展が進んでいくだろうなというふうに思っております。であとはコラボレーションも非常に重要かなと思っておりまして、これは世界全体でのコラボレーションというよりかはもう少しこう狭い意味でのオープンイノベーションですけれども、やはり学術機関だけ産業機関だけというよりかは実世界で何が必要とされていて、そこにどういった技術が足りないかということを多角的な方面から考えていって、解決策もいろいろな立場から考えていく必要があるかなというふうに思っております。はい、以上です。ありがとうございました。はい、磯川先生ありがとうございました。そうしましたらですね、今高品質 の、 そのデータセットの準備が非常に大事だよと研究にはっていう話がございましたけど、そのあたりの高品質のデータセットの供給とかでそういうお仕事をされていますバオバブの、相良さんの方からですねぜひプレゼンテーションいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ハローエブリワン。皆さんはじめまして、こんにちは。バオバブの相良です。私どもバオバブは、国内日本国内では多分最古参のですねラベリングカンパニーです。私たちのラベリングカンパニーの特徴は何といっても高品質ということですね。15年前にこの業界に参入した時にはとにかく量さえあればいいんだよ、3割ぐらいはノイズであったってとにかく量さえあればいいというようなお話だったんですけれども、さすがに3年前ぐらいからですねニューラルネットワークが出てきてからやっぱりノイズがものすごいモデルにですね悪い影響を与えてしまうんだということで品質へのですね非常にご要望というのは高くなっています。またこの3年間でですねアノテーションラベリングのですね使用書難易度はどんどん高くなってきています。で私たちのクライアントはですね半分がもうアカデミックですね、学術機関です。で残り半分は一般の企業になりますが、一般の企業でも研究機関研究部門が、ほとんどのですので、やはり何というか大学研究機関でお仕事させていただいて、でそこで博士号を取った方が就職をされて、でそこでですね、PhD 取った時に、データはバオバブさんに依頼していたということで、もう本当に数年がかりのお付き合いというようなクライアントも珍しくありません。で大学機関がお客様であることがすごくいいのはやっぱり先んじて研究にですね触れられるというようなことですね。それが3年後4年後に実用化になっていくということで、私たちのラベラーもですねその練習をですね本当にだいぶ前からさせていただけるというようなところが非常にメリットとしては大きいかなと考えております。じゃあ他のラベリング会社と一体バオバブって何が違うのということなんですが、先ほども申し上げました通りやはりですね NLP 自然言語処理の世界では本当にこう日本国内では最古参です。で、また LLM においても、本当に去年ぐらいからですねあっという間にデータのご依頼というのは増えてきました。3月が決算期だったんですけれども、2023年の4月から2024年の3月までがですね前期の決算期だったんですが、もはやですねご依頼の半分が LLM になっています。であと私たちの特徴としてはこれはもう本当に日本国内では非常に珍しいんですが、海外だとスケール AI さんとかね有名なラベリングカンパニーたくさんあると思うんですけれども、国内ですごく珍しいんですけれどもマルチモーダルから、機械翻訳のため の、 コーパスパラレルのテキストですねから、それから画像からそれから音声の書き起こしですね
音声を書き起こして、それをテキスト化し、そしてそれに対してラベリングをするというようなもの、それからやっぱり対話も多くなってきましたね。まあ、家の中にロボットがいたとして、まあ、そのロボットと の仮想の会話であったりとか、まあ、そういった対話、まあ、そういったありとあらゆるですね、ラベリングを受け負っております。天群ライダー以外は全て受け負っていると言っても過言ではありません。それから何といってもクオリティですね。バオバブさんって決して安くはないよね。でも品質は高いんだよね。これが多くのクライアントさん の評判だと思います。で、あとはやはりアカデミックのクライアントが非常に多いことで、すごく難易度高いです。これバオバブさんにしか頼めないんだよね。まあ、こういったお声をよくいただきます。まあ、それからですね、なんといってもやっぱり最近コンサル、特に LLM になってからコンサルのご依頼というのは非常に多いです。なぜかというとですね、やっぱり LLM のデータを作る中でクライアントとミーティングをすると、圧倒的にクライアントのっていう悩むこの時間がすごく長いんですよね。これ結局どんなデータを作ったらいいのかわからないというような声が非常に多いです。ですので結局以前のようなウォーターフォールのような仕様書を出すと、そしてこれに従ってデータ作ってくれよというようなご依頼っていうのは LLM になってから非常に少なくなってきています。もう仕様書を作るところから伴走してほしい、そしてまあ学習をさせて、その結果エバリエーションもやってほしい。でそのエバリエーションの結果、今度やっぱりちょっとこういう仕様で LLM のデータ作ってくれないかというようなところまで一緒に、まあ、付き合ってほしいんだというようなご依頼が非常に多いと思います。私たちのスピードは圧倒的です。ドイツにあるクリックワークスというラベリング会社と比較をしても、まあ、140倍というような速さですね。でこれ画像アノテーションの例でラベリングで、比較をしたんですけれども、全く同じプレゼンをカーネギーメロン大学と、それからグーグルでやったことがあります。2つとも私に言われたことは全く一緒です。お前たち狂ってるよ、なんでこの速さが達成できるんでしょうか。これはですね、まずツール、アノテーションのツールを内製化している、それからオペレーションですね、ガイドラインをどうやって作っていくか、このガイドラインのフォントを何のフォントで作るか、どのぐらいの大きさか、正解データと間違っているデータをどういう順番で追っていくか、そしてアノテーターたち、いいアノテーターたちを確保してリテインし続けること、この3つが大事です。私たちは全世界にですね、1200人以上のアノテーターを有しています。もともと機械翻訳のためのコーパスから始まった会社なので、一番初めは日本人の比率、日本人のアノテーターの比率が 3% というような状況でした。でやっぱり品質のですね、担保のために私たちはですね、ありとあらゆるですね、工夫を凝らしています。最後にですね、私たちが、まあ、どうやってこう AI のためのこういったラベリングのサービスと、まあ、ソーシャルセキュリティを結びつけているかについてお話をさせていただきます。私たちは画像アノテーションの一部を障害者の就労支援施設に委託をしています。これは彼らがかわいそうだから仕事を委託をしているのではありません。自閉症や発達障害、そういった障害の適性とアノテーションが非常にマッチしているからなんです。で彼らのパフォーマンスは素晴らしいです。私は一応ですね、アノテーションの会社の社長をしていますが、私なんかよりもはるかにはるかにはるかに素晴らしいパフォーマンスを見せています。もう一つはですね、避難民ですね、ウクライナやシリアやアフガニスタン、そういったところからたくさんの避難民が日本にいらしています。そういった、家でしか仕事ができない避難民の人たちに、まあ、アノテーターのリーダーとなるような、まあ、こういったですね、プログラムを提供していっています。でもまさにですね、これはオーバーではなく、持っているのではなくですね、
まあ、本当に彼らはですね、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれています。なぜかというとですね、まあ、マリウポリからいらした避難民の方とか、もう今でも地下鉄や工事の音で、これが爆撃の音と、もう聞き間違えてしまうぐらい非常に恐ろしい思いをされている、まあ、そんな人たちが頼むからこの仕事ずっとやらせてくれ、まあ、こういった家でできる仕事ってなかなかできないんだっていうんですね。で、まあ、そういった人々たち のおかげで、まあ、非常に素晴らしいパフォーマンスを見せているということを最後にお話ししたいと思います。何かご疑問があったらぜひ私にメールをください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にクリス、プリーズよろしくお願いします。ありがとうございました。メタプラットフォームズのクリストファー・デワンと申します。まあ、出身はアメリカで2年前にメタの東京オフィスに引っ越して、でもその前は6年ぐらいアメリカの本社で働いていました。僕はまあ諸事情でスライドはないんですから話すことだけになって、できるだけ短くにして楽しいクエスチョンタイムできるようにします。まあ、オープンソースと AI に関しては僕の、まあ、簡単に言えるまあ、結論から言うと理由に違いがありますが、研究にも、AI の応用にもオープンソースは欠かせないものだと思います。まあ、例を2つ挙げます。1つは、まあ、研究方面のやつなんですけど、2年前にメタが出した、OPT 175という LLM の話なんですけど、それは、モデルだけではなくコードも、その作った過程の歴史書も全部オープンソースとして出していて、それは研究の論文としてはうちの弊社にとって大事な経験であり、その後に出たラマのなんていうか準備のようなものになって、それは再現性がの大事さを理解できましたから、オープンソースとしてそういうものを出すためには別の実行環境でそれが実行できるかどうかを確かめないといけないませんよね。その、コードを別の環境で実行できるようにするための、品質向上が、社内で本当に、有利なものとしてとなっていて、研究その一部の研究だけではなくその次の成果につながりました。もう一つの例なんですけど、これは応用の方でメタが使われている機械翻訳のシステムの話なんですけど、私が、会社に入った時は、当時に使われていた、翻訳システムは、まあ、オープンソースは使われていましたけど、それはそのまま使っているものではなく、オープンソースのシステムを取り入れていろんな変更を入れて、まあ、社内に使うようにしましたが、それがその違いがあったために、新しいオープンソースに新しい新機能が出るとか、新しい性能向上のコードが出るときはそれを取り入れるのが難しかったです。で、その第2世代を作ったときはできるだけその基礎ライブラリをオープンソースのそのままを使うように頑張りました。それはその新しい実装とか性能の向上とかをもっと取り入れやすくするためでした。で、その第3世代の場合は、その第2世代 の、新しい機能の取り入れの安さが本当に良くて、でその第3世代 の時は全部オープンソース学習過程を全部オープンソースにしようと、しました。
データは別、社内のデータなんですから、それは別なんですけど、できるだけモデルの、実装とか、学習の過程をオープンソースにして、でその結果としては、社内のものだけではなく別の会社の人とか、学者と、交流できるようになって、それから発生したのがいろんな共同研究が始まった。だから、これはあくまでメタがメタの問題を解決するシステムなんですけど、オープンにしたことでいろんな、社内でできないことをできるようになってなりました。だから、僕の意見は、社内の問題を解決していてもできるだけオープンにした方が、効率的なビジネスだと思います。以上です。はい、クリスありがとうございました。今3人のですねパネリストのお話を伺ってまして、研究開発とか実社会の問題解決のために、高品質なデータが非常に大事だよという話と、あとオープンソースというの重要性とかですね、いうことを、お話しいただいたんですけども、これからですね質疑応答に入りたいと思います。私の方がちょっと1点ご質問したい、今のお話を伺ってですね点がありまして、非常にデータの重要性とかですねオープンソースでの推進の重要性というのは非常に分かりました。ただ例えばオープンな AI という観点で、じゃあこれからその AI をオープンに進めていくという、これ今日全体のテーマなんですが、そういう観点での課題とかチャレンジ、そのあたりを感じられていることがあればぜひパネリストの方に伺いたいなと思いますけど、まず順番によろしいですか。データ以外の、そうです、データも含めてオープンな AI を推進していくときにいろいろな課題があると思うんですね。でそのあたりどういう課題を感じられているのかとか、そういうもしご意見ありましたら。そうですね、やはりすいません、ちょっとデータがやはり大事だなという話をしようと思っていたんですけれども、データ以外のところですと、計算リソースの問題っていうのは一つ大学にとっては大きなところの一つかなと思います。やっぱり最近大企業 の, テクニカルペーパーでインパクトの高いものっていうのは増えてきているわけなんですけれども、やはり一大学の一研究室としては、彼らに、リソースの観点で勝つことが難しいというところがあるというのは問題か、問題ではないですね、特色の一つかもしれませんけれども思うところです。はい、はい、分かりました。はい、相良さん、なんかそういう観点、データのご専門でいらっしゃいますけども、その AI という、LLM で最近はそのニーズが LLM でかなり変わられているというお話されましたけど、そういうオープンな LLM とか、AI を推進する上で何か感じられている課題とかいうのはございますか。まだ過渡期だと思いますね。なんといってもですね、今本当にですね磯川先生がおっしゃったように、もう計算資源の手当からして、非常に皆さん苦労されていらっしゃると。でやっとそれが NVIDIA さんからいただけたとしても、環境の設定をできる人間エンジニアが、非常に少ないというような状況ですよね。で昨日今日とですね、ビッグテックがですね、いろいろ発表されていて、でモデルとしてはコモディティ化していくであろうとは思っていくんですけれども、ここでオープンになったところで、次は UI UX っていうところで使い勝手がどうかというようなところ、かつ、それが本当に真にですねユーザーのペイン痛み問題を解決できるものっていうところに届けるかどうかっていうのは、また大きなハードルがあるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。クリスはどうですか。私の、そんなに他の2人と変わらない意見なんですけど、そうですね、プロセッシングのリソースが、分散並列学習が有効のな限りの限り、お金で性能を変える状況が変わらない、
で今はそういうことが終わらなさそうで、うん、あの僕の見ている側から大事なオープンに大事なのは、まあ国の政府とか、まあファウンデーションとか、そういうリソースをあの提供することがあの一番大事だと思います。うん、あのオープン、データもあの、コードはあのかん、まあ、簡単じゃないけど一応集められるけど、うんうん、その大量の、GPU を集めるのが、まあ、個人ではできない。できないですね。です、はい、ありがとうございます。そうしましたらあの非常に面白い議論が続いてますけど、ぜひですね、あのフロアの方からもご質問を受けたいと思いますので、ご質問ある方は挙手お願いできますでしょうか。はい、お願いします。大変面白い話ありがとうございました。これはあの主に曽我先生に対する、質問というか2つあの2点あるんですけれども、はい、1つ目の質問は、あのスパースのデータを、研究されているということなんですけども、まあ、データをスパースに扱うことによって今みんなが困っているのは GPU 買いたくても買えないみたいな状況があると思うんですけれども、データをスパースにすることによって、まあ、巨大な行列計算とかしなくてよくなって、例えばこう CPU でも、動かすことができるようになる可能性はあるのかなっていうのが一つ目の質問と、はい、二つ目はそういうスパースのデータをまあ、みんなが使えるようにオープンにしていくような動きはあるのかというところをちょっと伺いたいと思います。はい、ご質問ありがとうございます。まず1点目のご質問についてなんですけれども、まあ、結論から申しますと今 CPU で動かせるようなレベルにはまだないかなというところです。やはりあの我々も GPU はあの、まあ、かなりお金をかけて、いるところの一つですね。ただあのやはりあの、まあ、高解像度高フレームレートの RGB を使うのと比べるとあの大学の一研究室で取り組みやすい形にはなっているかなと思います。で2つ目はですね、あのそういったスパースなデータを、まあ、オープンあのリソース化していくような取り組みについてなんですけれども、まあ、一つの研究室単位で、例えばこうイベントデータで、ポーズ推定しているときのこうデータセットを公開するであったり、我々もその音響で撮ったあの指定推定のデータを公開するであったり、そういったあの取り組みはあの個別にこう行われているかなという形かなと思います。で一方であのすごくあの大規模なものが、まあ、グローバルスタンダードなものが出ているかというと、まあ、RGB のものと比べるとまだ規模的には少ないかなという印象です。よろしいですか。はい、ありがとうございました。何か今の点についてコメントございますか。よろしいですか。大丈夫です。では、他にご質問ございますか。あの非常に、まあ、データとかですね、あのオープンソースとかいろんな観点でいろんな見識のお持ちのパネルの方ですから、ぜひ、ご質問お願いいたします。後ろにいるようです。あ、どうぞお願いします。現在のオープンソースソフトウェアは、例えば GPL とか MIT ライセンスとか Apache とかそういうライセンスのもとに公開されているわけですけれども、私の認識では現状ではデータも割とそういうソフトウェア用のライセンス下であのオープンにされていることが現状では多いと思うんですが、その点で何かそのデータ専用のライセンスが必要であるっていうようななんか不自由な点とかボトルネックってあるんでしょうか。ありがとうございます。あのこのご質問は多分あれですかね、坂田さんがご専門に一番近いのかなという気はするんです。そのデータ専用 の、まあ、あのライセンスとかのそういう枠組みですね。はい、あのご質問ありがとうございます。今ですね、まあ、LLM に限ってというふうに言います と、まずデータセットとしてはあの LLM 以前の話をすると MS ココだったりとか、まあ、海外では結構オープンになっているものがあって、それを日本語に翻訳したりだとか、そういった形で皆さんあの
オープンデータのライブラリーというようなのにアクセスをされたりしていると思います。で LLM 以後になってはもうそもそもですねデータをどうやって使っていいのか作っていいのかわからないというようなレベルですし、まあ、今私どもの方にご相談にお見えになられているクライアントさんっていうのは、まあ、本当にこうメーカーさんから、まあ、海外のビッグテックさんからいろいろ様々なんですけれども、皆さんの目的によって、まあ、全く使い作りたいデータっていうのは違います。で、まだまだオープンっていうよりはインハウス、まあ、すごくこうちっちゃいものでいうと取扱説明書の PDF が私たちのところに送られてきて、まあ、それに対して、まあ、QA のデータを作ってほしいとか、まあ、そういったようなご依頼っていうのが多いのでまだまだインハウスのですねものでちょっと小さく作ってみようっていうようなところでまだオープンのデータデータをオープンにしていくってことにはならないでしょうし今後もちょっとなりづらいんじゃないかなと思います。ただ汎用のデータセットっていうのはそろそろ、まあ、先ほど黒橋先生がプレゼンされていらっしゃったんですけれどもオープンになっていくんじゃないかなというような期待はしていますしそれは皆さんから声を上げていただいたらきっと国も考えるんじゃないでしょうか。ありがとうございました、はい。他にまだ少しお時間ありますのでご質問ありませんでしょうか。どうも、今最近の AI はみんな生成 AI が主流になっていると思うんですけどもお聞きしたいのは生成されたもの の有用性というか正しさものはみたいなものはどうやって保証みたいな担保するのかということについて、ご意見を伺いたいと思います。特にですね今日最初 のポジショントークで磯川先生が話されていたなんか手術をしている場面で見えないところを保管するようなことをおっしゃってましたけど そういうものは保管されたものは本当にその見たいものなのかっていうのは非常になんかちょっと疑問に思ったんですね。というのはもう一般的な手術の画像から保管すると一見それっぽいものは出ると思うんですけどそれがその先生の手術のテクニックを表現したものになっててその勉強に役に立つのかみたいなことは非常になんか疑問に思いまして、まあ、一般化するとその生成された部分っていうのは一体まあ、コンテキストによると思うんですけどもどうやってその正しさとかねそういう有用性っていうのを担保していくのかということについて、お聞かせいただきたいと思います。はい、ご質問ありがとうございます。もし可能ならスライドをくれるとすいません。はい、ご質問ごもっとも非常にごもっともな、まだタイムラグはあるんですか。スライドに切り替えできますでしょうか。スライドも戻れますか。磯川先生のところのこれとこれ別なんですね。はい、はい、非常にいいご質問ありがとうございます。ですね、ご説明不足だったかなと反省しているんですけれども今 の下の、真ん中の手術動画についてご質問いただいたと認識しております。これ結論から言いますと生成 AI というよりかは、5台のカメラの中から最も遮蔽の少ないものを、選定してそれをこう違和感なくですねカメラを切り替えていく技術というところをやっておりまして、で生成 AI に近い話としてはその右側のですねイメージインペインティングの方が近いかなというような認識であります。でご質問いただいたことは本当にその通りでして、手術動画であったり、そのコンテンツ自体が非常に重要なものであったりとかするとそれをこう AI によってこう生成してしまうもので生成してしまうことでこう真実と異なるものが生成されてしまうという可能性はあるわけですよね。で今回ですと、手術動画に対して、それをまあ一部消してこう合成することで、本来のこう患者の術部と、何か異なったものが見えてしまうということだとそれはやはり、かなりアプリケーションを制限するのかなと思っております。で一方で、いわゆるイメージインペインティングですとかビデオレストレーションですとか、そういった、背景の、領域を一部除去して人間の知覚にとってこう違和感のないものを、生成するといったアプローチです と、これについては評価指標がいろいろと出ておりまして、それも、たくさん出ていてこう、本当にそれが人間の評価指標と一致しているのかという、問題はさておいて、人の違和感、
をマスク化するような手法というのはいくつか出ておりますので、それに基づいて評価を行っていくという形になるかなと思います。こちらでご回答になっておりますでしょうか。私から少し言えることがありますので、前翻訳、機械翻訳の話があって、そのチームに入っていた間に、例えば、暴言のコンテンツを翻訳すれば何を出せばいいという議論があって、いつもあって続けて、でも結局、一番大事なのは、なんていうか、暴言を出さないということではなく、ちゃんと言っていることを翻訳する。で、書いていない不正なコンテンツをハルシネーションしない。だから、なんていうか、その、不適切なコンテンツを出さないことではなく、プラットフォームに出せるものを、そのまま別の言語をちゃんと翻訳する。通訳するのが、大事でした。だから、その、悪いものを防ぐためではなく、そのできるだけ忠実に翻訳するのを専念しました。これは、汎用的なこのことではなく、翻訳の話なんですけど、でも別の 部門だってそういうアライメントという考えは、そのツールです。ツール、道具を使っている人の、指示に従うかどうかが一番大事だと思います。はい、ありがとうございました。はい、はい、他にご質問ありますか。もう少し時間がありそうですので、はい、はい、お願いします。一つ質問で、データなり、ソフトウェアなりオープンにしたときに、その例えば、メタさんだと PyTorch 非常に多くのユーザー獲得して大人気なんですけども、その大人気のオープンソース、オープンデータを作る秘訣なんかっていうのがあったらちょっとお聞かせ願いたいなというふうに思ったんですが、質問伝わってますでしょうか。大丈夫ですか、これです。ちょっともう一回、少しだけ。Do you have any best practice to make an open source project popular? そう、わかります。人気がベストプラクティスかどうか。人気にベストプラクティス。一番大事なのは、いいものを出せる。出す。いいものを出せないなら多分人気のプロジェクトになれないんだと思います。で、もう一つなのは、今の、客のニーズを聞いて考えて、ソフトの変更をすることです。特に大手会社の場合は、社内の、ニーズが多いから、それに適するものを出して、でも他の会社や研究者のニーズに適していないものになるんですけど、その、身内のニーズが声が大きいから、その外の声を聞こえなくなるようになっているんですから、その2つはよくある失敗の仕方。でも基本はいいものを作ればチャンスあるだと思います。すみません、そんなにいい返事になれないんですけど、でもそれしかないだと思います。はい、ありがとうございます。私もその通りだと思いますね。この AI アライアンスの議論の中でもやっぱりオープンソースの重要性とか、要はいろんな知恵を集めることによっていいものを早く作れるというところが多分一番重要なポイントかなと思うんですね。で、確か今クリスが言われたように社内の声が強くなってだんだんその外の声を聞かなくなるという、そのあたりはよく典型的な失敗だと思うんですけどね。
やっぱりそのあたりをこううまく社外の声をうまく反映していいものを早く作るというのが多分オープンソースの特徴かなとは思います。あ、もう一つのことなんですけど、私みたいにあのインフラ系の人が好きそうなあのライブラリーは、まあ、人気が出ないだと思います。あの基本はあの、なんていうかインフラ系の人がかっこいいと思っているものは基本失敗作品になる。格良さ と、 あの、人気さとは全然別なものです。ありがとうございました。簡単なものが大事。はい、他に、あと一つ二つご質問を受ける時間あると思いますが、どうでしょうか。質問ございますか。ちょっと私のとこ見えづらくて申し訳ないです。もうよろしいですか。あの私の方からちょっと一つ無茶ぶりの質問もあるんですけど、はい、お願いします。ですね、あのすごくあの、まあ、簡単であるでも多分難しい質問になるなのでちょっと恐縮ですが、あの一応あの、まあ、オープンであるべきことは、まあ、大事だと思うのですが、あの、まあ、AI 開発はそのどれによってはあのどれほどのオープンさは期待できるのでしょうか。あのいつも、まあ、なぜあの質問しているかといいますと、あのすごくまあ大手企業はその今その争いをやってるんじゃないですか。あのそのロードマップも明確にせずに、あのいつもなんていうかワンアップ、なんかマウンティング的な感じでなんかそういうあの感じじゃないですか。あの、まあ、先ほどあのアントニーさんがその OSS とオープンモデルズの次回についてあの話してたと思うのですが、あの、まあ、ロードマップとかそのオープンにしない限りそれは果たしてオープンとは言えるでしょうか。ごめんなさい。誰から。あの AI アライアンスの中ではですね、ちょっと私が答えてよろしいですか。うん、どうぞどうぞ。あのあのアンソニーの話もあったと思うんですけど、あのいろんなワーキンググループを作っています。でその中で、いろんなロードマップの議論もしていってますので、そういうのをオープンにしていくということで取り組んでますので、あのそのあたりはやっぱりオープンにしな、ロードマップもオープンにしながらいろんな方の知恵を集めていくというやり方をやろうとしています。ただまあ本当にそのロードマップはどこまで細かくオープンできるかとか、そのあたりはいろいろやりながら試行錯誤だと思うんですけどね。ただ考え方としてはそういう考え方を持っていますというのがあの基本スタンスでございます。はい、あの多分それ以上細かくあの議論されたいときはちょっと私も専門のメンバー紹介しますから、ぜひあのワーキンググループで6つのワーキンググループあるんですけど、エアライアンスはその中であのリーダーを中心にいろんな議論してますので、そのあたりは、まあ、そういう人たちに議論を吹っかけてもらって一緒に議論すれば、よりあの、まあ、いい知恵が出るのかなという気はします。はい、あとすいません、あと一つご質問を受ける時間はあるんですけど、どうでしょうか。はい、お願いします。あ、すみません、あの一つ前の質問に関わるんです。あのメタ の、 あのクリスさん、クリストファーさんに質問なんですが、あのメタでたくさんあのラマとかもあのオープンソースのプロジェクトいろいろあると思うんですけれども、あのオープンソースにするとソーシャルグッドではあると思うんですけれども、あのメタとしてのなんていうんですかね、あの他の企業からこう見たときにメタ独自のなんかっていうのをこう出すのは、あの全部オープンソースにしてしまうと難しいのかなというふうに思っているんですけれども、その辺に関しては何か、あの、まあ、メタがあの、はい、どれぐらい、まあ、どうしてそのいっぱいオープンソース出して、まあ、そうですね、はい、まあそう、はい、まあ、簡単に言うと効率がいい、あの、はい、だと思います。あの例えばラマの例を挙げますけど、まあ、将来のラマがリークしてそれをさておいて、ラマ2からあの表にあの、オープンソースとして出していますよね。で、あのコミュニティにあの開発者とか研究者がみんなあのそのラマ2のコードもモデルを両方使っていて、
いろんな改善を提案して同じオープンソースとして出している。でメタとしてはそれは直接に利用できます。もう一つのところは、新しい人を採用するときはもう LAMA と PyTorch に慣れていますから、まあ、その採用してから貢献できるようになるの、時間が短縮できます。あとはまあ、これは会社の間の、コラボレーションがしやすくなります。私の場合は、NVIDIA の、まあ、新技術とかを、取り入れるのが大体一応あるけど NVIDIA とメタの、なんていうか直接の話 の人とかやっている人とかでも一番効率いいコラボレーションの仕方は GitHub 上でオープンソース上でこういう問題ありますよみたいなことを書いてで NVIDIA さんの人がこれすれば、もっと早く動かせるとかこれがバグフィックスとかそういうことを表にするのが、全然早い。だから、メタにとしては、こういうものを、オープンでするのが効率がいいです。はい、ありがとうございました。 It's a nice opinion. Thank you. すいません、まだ多分ですね非常に面白い題材になってきて、まあ、オープンソースとかデータとかですねいろんな議論があるかと思います。でちょっとお時間になりましたので、パネルセッションとしてはここで、終了させていただきますけど最後にですねまたここでネットワーキングがありますのでもしその場でまたもう少し突っ込んだ議論をされたいという方があればぜひですねそのネットワーキングまで残っていただければと思います。それでは、パネルセッションをですねこれで終了させていただきますけど本日のパネリストの方ありがとうございました。